山エリは、フリーアナウンサー。神奈川県出身。関東学院高等学校を経て、法政大学卒業後、北から南まで全国各地の放送局を渡り歩いてきた。大学卒業後の2002年4月から3年間は NHK 秋田放送局で契約キャスターを務めた。その後は岩手面恋テレビで勤務。2007年11月。 テレビ長崎に採用された。当初アナウンサーと報道記者の兼務だったが、2010年8月に情報番組へ配置転換となった。また、川波美幸に代わって、地デジ大使の業務を担うようになった。テレビ長崎での契約終了後、テレビ西日本が行った、報道系の契約社員採用に応募し合格。ニュース番組のリポーターニュースリーダーとして出演。 しかし2013年8月21日のブログ投稿で同年9月いっぱいでテレビ西日本を辞め関東に戻ることを明らかにした。帰郷後はボイスワークスに所属しフリーアナウンサーとして活動。2014年7月から2016年8月27日まで文化放送土曜朝のニュース、天気予報を担当していた。 2016年7月12日から2017年3月26日まで、テレビ埼玉でニュースの代打キャスターなどを担当していた。2017年、郷里のテレビ神奈川で TBK ニュースを担当していた。2018年気象予報士試験に合格、11月に第一子を出産した。ブログプロフィールより10代、重大発表毎日春。 ランマン2013年8月21日2015年6月6日閲覧 ABC 春山エリテレ玉マニュースに代打出演します春山エリオフィシャルブログ毎日春ランマンサイバレージェント2021年6月29日閲覧 ABC 春山エリテレタマくんと春山エリオフィシャルブログ毎日春ランマンサイバレージェント 2021年6月29日、閲覧。A.B. 春山エリ。ラストナイダニュース。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマン。サイバレージェント。2021年6月29日、閲覧。本人ブログ2015年4月7日。A.B. 春山エリ。今話題の小田原漁港へ。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマン。 サイバレージェント2021年6月29日、閲覧。A.B. 春山入り。テレダマニュース。春山エリオフィシャルブログ、毎日春ら漫サイバレージェント2021年6月29日、閲覧。A.B. 春山入り。今日の仕事と出演情報。春山エリオフィシャルブログ、毎日春ら漫サイバレージェント2021年6月29日、閲覧。 春山エリ。テレダマニュース。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマン、サイバレージェント。2021年6月29日。閲覧。AB 春山エリ。3ヶ月ぶりに出演します。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマン、サイバレージェント。2021年6月29日。閲覧。AB 春山エリ。ヤフーで動画配信始まる。 春山エリオフィシャルブログ毎日春ランマン。サイバレージェント2021年6月29日閲覧 ABCDEFG 春山エリ出演情報春山エリオフィシャルブログ毎日春ランマン。サイバレージェント2021年6月29日閲覧春山エリ昼ニュースでした春山エリオフィシャルブログ毎日春ランマン。 サイバレージェント2021年6月29日閲覧。春山エリ。出演情報などなど。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ら漫サイバレージェント2021年6月29日閲覧。春山エリ。テレダマニュース。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ら漫サイバレージェント2021年6月29日閲覧。 春山エリ。テレ玉マニュース。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマン、サイバレージェント。2021年6月29日。閲覧。春山エリ。テレ玉。待ち込み中継。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマン、サイバレージェント。2021年6月29日。閲覧。AB 春山エリ。土日のニュース。春山エリオフィシャルブログ。 毎日春ランマンサイバレージェント。2021年6月29日。閲覧。AB 春山エリ。土日のニュースその2。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマンサイバレージェント。2021年6月29日。閲覧。ABCDEFG 春山エリ。今月も。春山エリオフィシャルブログ。毎日春ランマンサイバレージェント。 2021年6月29日、閲覧、ありがとうございます。